はい、タイの首都バンコクです。今からタイの第2の都市に行きます。バンコクの次にでかい町行きます。地図で見るとここチェンマイじゃなくてコラートです。コラートですよ。タイの第2の都市ってチェンマイじゃないですよ。チェンマイって人口で言うとタイ第2の都市どころか第3でも第4でもないですからね。第5の都市ですから。本当にバンコクの次に人口が多い町はコラートです。でも誰も知らないですよね。皆さんも知らないでしょ。そんな町気になりますよね。ちょっと行ってみます。ってことで、そのコラートまで行く電車が発着する新しいバンコク駅に来ました。今はアピワット駅っていうのかな、前バンスー駅って言ったところです。で、そのコラートまでの運賃は834円、安っ。4時間乗るんですよ。ただこの安いのには理由があってね、この後わかります。はい、で駅の中入ってきました。で、前までこの新しいバンコク駅は駅の中何もなかったんですけども、長距離列車が発着するようになってからお店が増えました。去年まではお店ゼロだったと思うんですけどね、ちょっと不気味な駅だったんですけども、やっと駅らしくなってきました。で、電車の待合所はこんな感じ。電車の発車時間が近づくまでは駅のホーム入れないんですよ。だから飛行機みたいな感じですね。だから人がここに滞留するので、だからお店ができたっていうのもあると思います。で、今日乗るのはこの電車。どこが長距離列車なんやーい。めっちゃローカルですよね。安いのわかるでしょ。電化もされてないし、今日ドスコイが乗る車両に至っては冷房もないです。地獄の4時間が始まります。一応冷房付きの車両もあるんですけど、ドスコイ予約するのが遅くてね、埋まっちゃってました。結構ね、冷房付きの車両すぐに売り切れるそうです。だから皆さん、もしこれ乗るときは早めに予約してくださいね。ここ常夏の国ですからね、冷房あった方がそれはいいですよね。あとこの席自体もめっちゃ狭いんですよね。前に人が座ったらもう膝と膝がぶつかるぐらいの狭さなんですよ。これで4時間830円は得してるのか損してるのか。まあ、どすこい電車好きなのでね、行きも帰りもバスとかありえないので、もう行きは電車にしたんですけども、まあ、皆さんちょっと考えてください。はい、でしばらくすると発車しました。このバンコク駅でかいっすよね。こんなにでかいのに、この駅から発着してる電車は、今ドスコイが乗ってるこの長距離列車とドムアン空港に行くメトロみたいな電車と、あともう一本だけあったかな、それだけです。ただ将来的にはこの駅から新幹線も発着するそうですよ。楽しみですね。タイで一番都会的な街並みを見ながら第二の都市コラートに向かいます。さあ、どれぐらい差があるのか、駅をガンガン通過しながらコラートに向かいます。そう、今走ってる線路はドムアン空港に行く電車と同じ線路なんですけども、そのドンマン空港に行く電車は駅は通過しないじゃないですか。けどこの電車は通過するので、めっちゃ今テンション上がってるんですよ。いやー、駅通過してるわー、気持ちいいってなってます。ただそのドンマン空港に行く電車も急行運転する予定はあるらしいんですけども、いつになるのか分かんないのでね、急行運転を先に体験させてもらってる、そんな気持ちですね。で、ドスコイの前なんですけど、結局誰も来なかったんですよ。だから足ちゃんと伸ばせてね、あんまり狭いって感じませんでした。ただ横には人がいてね、ドスコイの肩でなんか寝始めたりとかしたから、まあ、ちょっと大きな声出したりとか一悶着あったんですけど、まあ問題ないです。はい、しばらくするとドンマン空港に着きました。普通はドンマン空港まで22分かかるんですけど、これ駅飛ばしまくるのでね、12分で着いてね、めっちゃ楽しかった、めっちゃ楽しかった。急行の運行始まったら12分で着くんだと思ってね、夢が叶った気分です。で、ドンマン空港を越えても福福線まだ続くんですよね。そう、この福福線がどこまで続くのかっていうのが個人的にめちゃくちゃ気になってて、アユタヤまで続くのか、その手前で福線になるのか気になりますよね。気にならないの？なんで気にならないの？まあ、ただ福福線はずっと続いてるんですけど、さすがにドンマン空港を越えると田舎になってきました。で、一旦田舎になって、で、またちょっとこう栄えてくるところがあるんですけど、ここはね、ランシットっていう駅でね、バンコクの首都圏の一番果ての駅です。まあ大阪で言うと中百舌、まあ大阪の場合は中百舌よりさらに先にも大阪の通勤圏が続きますけども、バンコクは中百舌あたりで終わってるっていう、そういうイメージかな。東京だと砦とか熱海とかかな、熱海は遠すぎるかな。で、ランシットってまあそういう駅なので、さすがにそういうところを越えると伏線になるかなと思いきや、まだ福福線なんですよね。いつまで福福線なのこれ。もう通過する駅もこんな感じで完全に田舎の駅なんですよ。なのにまだ福福線なんですよ。貨物がめっちゃ通ったりするからかな。まあ超絶過剰インフラですよね。まあ、とかそういうこと考えてると飽きないんすよこの電車。めちゃくちゃ車窓が面白くてね、めっちゃドスコイ好みでした。で、走り始めて40分、ついに沿線の建物がなくなりました。さすがの大都会バンコクも40分走ると田舎っていうレベルを超えて草原になるんですね。東京だったらまだこの時点でもうマンションとか建ってると思いますよ。ただずっと草原ってわけではなくて、時々こういう駅があったりしてね、集落
落が出てきたりとか、あと工場ですよね。そう、建物がなくなって数分後、工業地帯が姿を現すんですよ。これも味わい深くてね、ここまで来るとバンコクに通勤は厳しいけども、物を作ってトラックで運んだりするのにはまだ全然行ける場所っていうことですよね。でその工業地帯を抜けてちょっとするとアユタヤ駅に到着です。ちょっと街全く見えてないですけども、もう逆側の車窓なんですよ。残念、見たかった。知らない人のために言うと、アユタヤは古都ですね。まあ日本でいう京都みたいなとこから昔首都だった街です。でアユタヤの駅から車内販売の人がいっぱい乗ってきてね、こんなガパオライスとかお昼ご飯をみんな買ってましたね。ただドスコイはね、日本人なのでね、衛生ちゃんとしてるかどうかわかんないところでお昼ご飯買うの怖いんですよね。だからちょっとやめときました。でアユタヤを越えるとさすがに福福線も終わって伏線になってね、で踏切が減ったのかスピードが爆上がりになってね、で線路の状態が日本より悪いからめっちゃ揺れるんですよね。でめっちゃ迫力あって面白かったです。でしばらくするとチェンマイ方面の線路とコラート方面の線路が分かれるバンパーチ駅に到着しました。だからこの駅はみんなが勝手に第二の都市だと思っているチェンマイとリアル第二の都市のコラート方面に行く線路が分かれる、この動画としては重要な分岐駅なのです。でしかもこのバンパー地域の前結構栄えてるんですよね。いやーなんか途中下車してブラブラしたかったわ。コラートに行く電車の本数がもっと多かったら途中下車したんですけどね、残念です。でそのバンパー地域を出るとだいたいこんな景色というか、その草原の景色率が上がりましたね。ただその先にサラブリーっていう街が現れてね、この街はかなりでかいんですよ。サラブリー県の人口は調べてみたら64万人いて結構でかいですよね。だからバンコクからコラートの間はアユタヤでバンパー地でこのサラブリーのこの3つがデカめの街かな。この3つを散歩したいと思いました。でそのサラブリーを越えるとさらに田舎レベルがアップしてね、もう線路が草で見えなくなったりとか、あと山登りが始まったりとかね、もう景色ほんと飽きないんですよ。ただこの山登りしてる時は街がないのでちょっとドスコ飽きちゃって30分ぐらい寝たりとかね、あとその時にドスコの方で隣の人が寝始めたりして、で大きな声出したりとかね、いろいろカオスではあったんですけども、まあそれはそれでいい思い出です。でその山越えを越えた先に広がるのがこれ、これね、一般の人々の感覚ではこの路線はこの湖が一番いい景色だそうですよ。だから一般の方は進行方向右側の席に座ってくださいね。ただアユタヤの街とかコラートの街を電車の中から見たいっていう方は進行方向左側に座ってください。どすこそっち側に座るべきでした。コラート到着。はい、ってことでコラートの駅に着いたんですけども、あのコラートっていうのは通称でね、本名はナコン・ラチャシーマーって言うんですよ。で、ナコン・ラチャシーマー県っていうのがあってね、今これタイの地図ですけども、ね、バンコクはこの辺真ん中でね、で、ナコン・ラチャシーマー県はね、大体なんか、まあ、この辺りにあるんですよ。で、その県の人口が260万人です。めちゃくちゃ多いですね。で、ちなみに、チェンマイはどこにあるかっていうとね、今バンコクここでね、で、この後ここって言いましたけども、チェンマイは、ここです。だいぶ北ですね。で、チェンマイはね、じゃ第3の人口なのかっていうとね、違うんですよ。チェンマイの人口は、タイ全土で5番目に多い人口だそうです。だから、昔はもっとでかかったのかもしれない。第2だったのかもしれないけども、どんどん抜かれちゃったってことですね。まあ、古都になってるってことですね。ちなみに、チェンマイはタイの古都ではなくて、この北部の、あ、名前忘れた、なんとか王国の古都だそうです。まあ、それは関係ないわ。で、なんでチェンマイが第2の都市って言われるかっていうと、さ、歴史的経緯でね、なんとか王国の、まあ、首都だったからっていうのと、あと、まあ、なんか街の核、なんか大学があるとか、なんかいろいろと理由があるそうです。でも、人口で言うと、ナコン・ラチャシーマ、コラートですね。コラートが第2位です。しかも結構、バンコク以外ね、これバンコクはもう圧倒的なのでね、首都圏以外のいろんな都市圏があるんですけども、の中でも結構圧倒的にコラート、でかいというか、そう、人口がとにかく多いんですよ。で、産業がすごく発達しててね、まあ工業都市なんですよね。まあだから日本でいう愛知県みたいなイメージかな。だから人口の割に、ちょっと繁華街がパッとしなかったりとか、観光地が、まあ、あるんですけど、あんまりなかったりとかするんですよね。だから、みんなこのコラートを知らないのです。あとこのコラートは、イサン地方っていう地方なんですよね。イサン地方って大体まあ、なんかこっちの方ですよね。太陽見てね。東北の方、こっちの方をイサン地方って言ってね。で、ラオス、こっちにラオスっていう国があるんですけども、そのラオスと関わりが深い。昔はラオスと同じ国でした。だから同じような言葉を話すんですよ。で、そのイサン語がね、めちゃくちゃ田舎っぽい言葉に聞こえるらしいんですよ。このバンコクの都会の人々にとって。まあ日本で言う東北弁かな、私は、何々ダベサーみたいなことかな、わかんないけども。だからイサンって田舎のイメージがあるそうなんですよ。で、それを理由に未だにこのバンコクにね、まあ上京というかしてね、で、ここでなんか働いたりとかすると、なんかバカにされたりとかね、お前イサン出身か、と言って、田舎者、みたいに言われたりするそうですよ。もうバンコクの奴らめ。
はい、駅の外出てきました。味わい深い駅舎だね。で、駅の前はあんま見えないけど、なんかあんま都会っていう感じはしないですね。まあちょっとあそこガラス張りのビルみたいなありますけども、なんですけども、ここね、中心部じゃないんですよ。そう、日本の地方都市でもよくありますけども、このコラートもこの駅と、見えないけど、駅とね、中心部はちょっと離れてるんですよね。でもまあここね、中心部から離れてはいるんですけども、向こうの方にね、一応駅前にも100年市場っていうね、市場があるそうなのでね、じゃそれだけ先ちょっと行きましょうか。いやー、中心部から離れた駅の近くにもそういう見るべきスポットがあるっていうのがね、やっぱりコラートはタイの地方都市の中で特別なんだなって思いましたよ。まあただ駅の前をこうやって歩いてるだけだと本当に普通の地方都市ですね。まあバンコク一極集中ですからね、まあしょうがない。それは、はい、歩くこと5分ぐらいかな。はい、見えてきました。これが100年市場です。ってお店開いてへんのか。開いてお店、いや、ないな、全部閉まってるな。何時に開くんだ。やっぱりこういうの夜に開くのかな。あ、まあでもこういうちょっとこうレトロな感じですよね。まあこれがタイの昔ながらの景色なのかな。だから日本でいう昭和初期というか戦前ぐらいの雰囲気をこれ再現してるんでしょうね。っていうか、まあ閉まってるけども雰囲気はわかるでしょね。まあまた夜に来ようかなとちょっと思いますけども、まあハンバーガーとかね、なんか基本的にここが食べるところって書いてあったわ。まあでも雰囲気とりあえずね、伝えられただけでよかった。駅前にこういうのがあるっていうことです。なんか第二の都市のね、駅前にある商業施設とは言わないけども、100年市場ですよね。だから、こういう雰囲気の市場が流行ってるんだな。だから古い市場をそのまま使ってるんじゃなくて、ちょっと綺麗にしてるんでしょう。そうでもないのかな。まあ、綺麗な感じするけどな。こういうのがね、結構全国各地にあるそうです。あ、服もちょっと売ってるのかな。で、結構、奥まであるの、ずっと。結構奥まであるね。へぇ、あ、まあでも、まあでもその辺で終わってるけどね。もうちょっといたところで終わってるわ。あ、まあ、この感じとかちょっと綺麗にしてるんじゃないですか。これ綺麗ですよね。で、これはもしかして100年前、のままかちょっとわかんないけども。で、あれなんか、ハワイのあのあれ、ハレイワみたいだね。ハワイの100年前ここに持ってきちゃった。そう、ハレイワってね、ハワイのレトロタウンなんですよ。100年ぐらい前のハワイがそのまま残ってる街なんですけどね。そこ行くとね、こういうのがいっぱいあります。なんでここにあるんや。で、せっかくなので夜にも来てみました。ああ、お店が開いてるなあ、お昼と違って開いてるなあっていう感想しかちょっとないですね。あの昼間の方が建物の独特な感じ、ちょっと古めかしい感じとかがよく見えて、むしろ昼間の方がなんか個人的には風情を感じましたね。ただ夜に来ないと何も食べれないので、何か食べたい人は夜に来てください。はい、でまた駅の前に戻ってきました。今度は逆側、今こっち行きましたけども、今度逆側ですね。駅を出て右側ですねに歩いていくと中心部があるので、一応歩いていける範囲のはずなので、ちょっと歩いていってみましょうか。で、今駅から3分ぐらい、もうちょっと歩いただけなんですけども、これこっちにも市場あるんですね。まあ、やってないけど閉まってるけども、まあ、こっちはしかも100年市場みたいにレトロな感じとか全くないけどね。まあなんか夜になったらやってるんじゃないですか。だからこの辺りはここにも市場があって、向こうにもここからまあさらに8分ぐらい歩いてたらまたでかい市場があってね。でも結構でかいな。まあ、第二の都市にふさわしい規模かどうか、まあ、さておき、中心部じゃない駅前にこんな市場があるって結構大きいんじゃないな。で、こっち歩いていってもね、まあ、結構お店が連なってますよね。お、見て、タワマンあるじゃないの。そう、タイってね、もうバンコクに全てが集中しててね、ほぼ 99% の高層ビルはバンコクに建ってるらしいんですよね。あとパタヤにもちょっと、まあリゾートマンションみたいなのがいっぱい建ってるのかな。だから地方にはほぼ高層建築っていうのはないんですけども、あるじゃないの。やっぱりこれあと都会なんだわ。あとあれ見て、あれ見て、お、何これ、通天閣の上の方かーい。通天閣とめっちゃ似てますよね、上の方。面白いね。まあ結構でかい建物ありますよね。あ、あとその横のこれだって、まあまあでかいですよね。高層ビルっていうかどうかわかんないけど、超高層ビルじゃないけど、はやっぱり、これあと都会だわ。ね、皆さんもそう思いますよね。何よこれ、おしゃれじゃないの。まずもうこのお店が、ヨーロッパヨーロッパしてて、上の看板ちょっとあれですけども、まあこれめっちゃおしゃれですよね。しかもこの横の通り、この並木が植えられてる感じ、めっちゃ綺麗じゃない。急におしゃれ都市かーい。え、コラートってね、その工業都市でね、パッとしないって聞いたんですけど、おしゃれじゃないな。まあ、こっから見る限りね、この木が逆に隠してて、おしゃれに見せてるだけかもしれないけども、まあ、ちょっとここ歩いてみようか。歩きたくなったわ。ちょっと行こう行こう行こう。早く行こう。
この建物やばくない？今までのすごいタイの地方都市で見た建物の中で一番おしゃれですよ、これ。このコラートってね、正直さっきもちょっと触れたんですけども、めちゃくちゃ地味で、見るところも全然なくてみたいなことがネットに書いてあるんですよ。で、正直今この画面の中のドスコイも、ああ、そのネットの評判通りの街だな、どうしようこの動画どうやって盛り上げようと思ってるんですよね。でもこの街、さっきみたいに時々本気出すんですよ。時々、っていうような街並み見せてくるんですよね。この後も時々そういう街並みが出てくるのでお楽しみに。でちなみにさっき木がおしゃれじゃないところを隠してるんじゃないかみたいなことを言いましたけども、その通りでしたね。右の方に見えてますけども、ちょっと古めかしい団地が木で隠れてましたね。ただこの通りちょっとこういうおしゃれなお店があったりとか、あの入り口のお店もそうでしたけども、一部のこの通りをおしゃれにしようとしてる勢力がいるのかなっていうのを感じました。まあ、ただ基本的にはこういう感じですけどね。こう見るとどすこいこの前チェンライってところに行ってね、あと迷彩ってミャンマーとの国境の町に行ったんですけども、ちなみにそこで犬に噛まれてお尻噛まれてね、ワクチン7回打ったんですけども、まあ、そことかと比べてもね雰囲気がちょっと違うんですよね。やっぱりね街ごとにね雰囲気違うんだな。タイでも何がそうさせるんだろうな。やっぱこの木がいっぱい売られてる、これが結構特徴的ですよね。これがね、でこれ振り返っても木がね、向こうほらいっぱい植えられててね。で、おしゃれなお店が点在しててね。ああ、コラートもやっぱ特徴あるわ。早く中心部から見て早く行こう。まだこれ本気出してないですからね。はい、で奥に来たんですけども、何この建物。めっちゃレトロじゃない？このコラートレトロの街なの？さっきも100年市場ってありましたけどね。で、こっち向くとね、ちょっとこれ繁華街してるんですよ。で、こっちのずっと行くと、そこ右に曲がったところがね、Google マップ上で黄色くなってて、そこからずっとね、中心の広場があるんですけども、そこまで繋がってるんですよ。だからここちょっと歩きましょうか。はい、だんだん中心部が近づいてきましたよ。この街ちょっとずつ本気出していくので、もうちょっと見守ってください。まあ今でもちょっと景色変わってきてますよね。わかります？お店の雰囲気が違いますよね。まあ右の方、通りの右の方はまあ、あれですけど、左の方が、ちょっと、もうちょっと早く歩いて。ほら、ちょっとおしゃれでしょ。で、この時どすこい、インド帰りでね、この前の日までインドにいたんですよ。だから地方都市にこんなおしゃれなお店あるのすげーみたいになってるんですよね。めちゃくちゃハードルが下がってます。あ、で、これ気まぐれバンコクさんに聞いたんですけども、このコラートっていう街はね、さっきイサーン地方っていう田舎のイメージがある地方の中心都市って言いましたけども、そのイサーン地方、田舎出身の人がバンコクに上京する前に、ちょっと都会になれるために、ちょっとコラートで数年住もうみたいな。だから日本で例えると、東北地方の人が一旦仙台に住んで、で都会に慣れて、で東京に進出しようみたいな、そういう街でもあるそうです。おー、なるほどね。ちょっと雰囲気変わったの分かります？ちょっと中心部感出ましたよね。さっきとレベルが変わりましたよね。おー、引き続き人はいないけども、この街ちょっとおしゃれですよね。さっきからこの上のなんかこういうのとかね、ちょっとおしゃれなんだな、コラートって。めっちゃいい感じね。これコラートのマンハッタン、コラートのタイムズスクエアじゃないな。そういう雰囲気漂ってますよ。いやー、これどれぐらい伝わってるかわかんないんですけども、明らかに雰囲気変わりましたよね。中心部感ありますよね。で、しかもさっきドスコ言った通り、インド帰りなので、さっきからなんかマンハッタンとかタイムズスクエアとか言ってるんですけど、あれ本気で言ってるんですよ。本気でタイムズスクエアを感じてるんですよ、この景色から。で、結構お店ありません？あるでしょ？で、地味で何にもない街って聞いてくるとね、え、こういうところあるんじゃーんって気持ちになるんですよ。わかります？結構賑やかってか人はあんまいないけど、中心部してますよね。いやー、こういう街あってよかったーって今すごいホッとしてます。少し動画盛り上がってるでしょ。第二の都市としてはちょっとうーんって感じではあるものの、へー、あの景色からこうなるかーみたいにはなってません？皆さん。で、こっからさらにもうちょっと盛り上がります。で、あと観光地が現れます。お楽しみに。で、まあまだこの賑やか通りは続くんですけども、こっちを見るとまた市場がある。まあそんなでかくない、ちょっとだけか。で、奥になんか緑色の何かあるぞ。あれ見に行こうか。ほう、なんかめっちゃ緑ですけど、これは市場とかじゃないの？この中に入っていけないのかな。てか、この建物も溶け始めてますよね。この建物めっちゃ味わい深いけど、ちょっと顔に見えるな、この建物で。こっち向いても中には入っていけないのか。これなんか不思議な建物だな。中にずっとね、なんか市場がバーッとありそうなのに。あ、で、これね、
バスターミナル、そう、コラートのバスターミナルは駅から離れてるんですよ。バスターミナルの方が中心部の結構ど真ん中にある感じですよね。もうそこ中心部ですからね。ドスコイ帰りはね、バスで帰ろうと思ってるんですよ。で、今ドスコイバンコクから電車で来ましたけども、まあ電化されてないから鉄道ですけどね。バスの方が便利です。本数も多いし、で、ノンストップで高速道路走っていくし、で、安いのか、安くはないのかな？でもまあ、そんな高くないのでね。こっちが絶対便利なんですけども、一つ弱点があってね、バンコク市内に入った時に、渋滞がね、広かったら結構着くのが遅くなったりすることもあるそうで、その点、電車は、鉄道は渋滞はないので、時間通り基本的には行ってくれるので、大幅に2時間3時間遅れるとあんまりないみたいなのでね、さあどっちを選ぶか。ドスコイはやっぱり行きはね、鉄道乗りたくなりました。で、めっちゃ味深かった。めっちゃ味深かったですよ。バンコク首都圏がね、だん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 ね、最初は高層ビル建っててね、でそっからだん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 戸建てになり、で、田舎になり、で、工場地帯になり、で、その後、何もない草原みたいな、が続いた後に、山登り。めっちゃ面白かったですよ。まあ、普通の人はそう思わないのかもしれないけどね。ドスコイエアコンがない車両乗りましたけども、エアコンがある車両乗ってくださいね。車窓めっちゃ良かったよ。あ、バンコク行くなって、バンコクほら、本数多いから、ね。ドスコイがちょっとこうやって喋ってる間にも、一つ二つ、バンコク行きが出ていくのです。行ってらっしゃい。今行ってらっしゃいって言ったら、ホリエモンですね。お店はあるけど人はいない。これいかに。どうやって商売してるの。売る一方で買う人はいない。今、夜になったら来るのかな。で、これまた居酒屋3軒目ですよ。で、このコラートはね、日系企業も結構進出してるそうです。まあ、日本はね、工業、ものづくりがね、有名だった国ですからね、まあ、過去形になってますけども、まあ、このコラートとも相性がいいと思うんですよね。で、その人たちに来てもらおうと思ってやってるのかちょっとわかんないけど、そうかもしれないですね。あ、今日行こうかな。いや、もうドスコイちょっと日本食食べたくてね、もうインドにドスコイ4日間ぐらいいたのでね、日本食に飢えてるんですよ。まあ、中心市街地はこんな感じかな。こういう雰囲気の道が一本、ブワーって向こうまであって、あと向こうにもまたもう一本ブワーってあって、今そのもう一個向こう今歩いてきました。で、これとね、あと向こうにまだほら同じような道がね、ずっと続いてるでしょ。新潟の上越のガンギ。そう、ガンギですよね、これね。と同じようなやつがこうバーってあるアーケード通りというかがあって、真ん中を車が走ってるっていう、そういう街ですね。まあ、だからまあバンコクと比べると、もうどことどこを比べればいいのか分かんないぐらい全く別物ですけども、地方都市としてはでかいんじゃないですか。そこはね、チェンマイに行ったことないんですよね。これだけチェンマイ言っときながら、チェンマイ行ったことないんですよ。すいません。でもチェンライは行ったんですけどもね、チェンライとここ比べると、やっぱチェンライはやっぱちっちゃかったですよ。こんなんじゃなかった、もっとちっちゃかった。で、あとドスコイうどんターニーってとこ行ったことあるんですけども、まあ、そこと比べても絶対腰の方がでかいですね。あそこは街の中心部にドカーンとイオンモールみたいなやつがあるんですけども、先端ってやつね、あるんですけども、この街にも実はあるんですよ。この後行きますけども、でもとにかくこの街は落ち着いてるな。こういうおしゃれなお店とかもねあるんですけども、でお店結構あるのに落ち着いてるんだな。みんなあれかな、工業都市だから5時とか6時にみんな一斉に仕事終わって来るのかな、街に繰り出して来るのかな。そう願いたい。はい、で今日泊まるホテルはこれです。メイフラワーホテル、2泊で6000円ぐらいなので、まあ、1泊3000円、もうだいぶ安いですよね。で、この街観光地じゃないので多分コスパいいと思うんですよね。来る人大体まあビジネスで来る人が多いと思うので、で中に入るとめっちゃ紫、今まで泊まったホテルの中で一番紫だったわ。ラブホーかと思ったけど全然まあ普通に、紫っていうだけで他はめっちゃいいホテルでした。3000だったらこれ安いよ。で、朝ごはんついてるんですよ。まあでも地方都市だったらこんなもんかな。でもインドと比べてもね、安いって思ったんですよ。インドだったら3000だったらもうちょっといろんなところ壊れてますよ。でも全然壊れてないし。はい、で、ホテルのすぐ近く、ここも中心部なんですけども、にあるのが、そう、逆光で申し訳ないんですけども、アルパヤっていうなんか猛烈にでかいショッピングモールがあってね。で、ここもね、向こうにね、小樽寿司って書いてあって、この街日本食めっちゃ多い。やっぱ日本人のビジネスマン結構いるんだろうな、多分。世界も関係ないのかな。バンコクもね、サイアムパラゴンとかね、もう日本食だらけじゃないですか。だからもう単純にタイ人は日本食が好きなのかもしれないですね。このモール。さては苦戦してるな。2階も登れなくなってるし。あらー。これコロナの影響かな。このコラートにはね、ドスコイが知ってる限り、他に3つ巨大なモールがあるんですよ。1つはセントラル。
あのタイ人がセンタンって呼ぶやつですよね。とあとターミナル21、これあのバンコクにもあるんですけども、5階は日本、4階はイギリス、ね、3階はなんかフランスとか、なんかそういうなんかモールがあるんですよね。テーマになってるモールがね、それがここにもコラートにもあります。あとザ・モールっていう、まあ、モールもあってね、3つあるから、その3つに取られちゃったかな。でもその3つもね、まあ、聞いたところによるとっていうか、まあ、ネットで調べたところによると、なんかバンコクに比べて なんか静かみたいな感じではあるそうです。ちょっとそのどれかにちょっと今から行くわ、頑張って。あとその前にこの街観光地あるんですよ。どすこいさっきから街の話しかしてないですけども、まあ、そういうチャンネルなんですけども、そのうちの一つがね、この向こうにあるあの広場があってね、そこにあるので、ちょっとそれだけ見てから行きましょう。はい、来ました。ここは観光地エリアです。あ、ここ来たら結構人がいっぱいいますね。なんかギター弾いてる人もいるし、でみんな何を見に来てるかっていうとね、これタオスラナリ像です。これこの人はね、コラートの英雄でね、昔ラオスの方からビエンチャン軍っていうマヤスラが攻めてきたんですけども、その時にその敵にねお酒を飲まして、でちょっと酔わせて、でフラーってなったところを後ろからバッてお酒かかってね、わーって追い返したそうです。そういう伝説が残ってるというか逸話が残ってる、それがタオスラナリさんなのです。でもうこうやって、ね、みんなほらもう拝んでるでしょ。そう、この人のおかげで今のこのコラートはあるんですよ。でまだありますよ、まだ観光地ありますよ。これで終わりじゃないですよ。次の面白いよ、次の観光地めっちゃ面白いから見てね。はい、このこっから300メートル先にありますからね。っていうかこの辺りちょっと普通の地方都市じゃない感出てないですか。バンコク、コラート、チェンマイ、三大都市圏の一つっていう感じしないですか。まあ、ちょっとこれでちょっと見えなくなってるんですけど、これなかったらもっとねいい感じで見えると思うんですけど、ホーチミンもね、ベトナムのホーチミンもこういう感じ、車が通ってて、でお店があってね、でこういうちょっとこうね、人が自由に歩ける通りがあって、でまた車が通って店があってみたいなところがあるじゃないですか。あれを若干思い出すというか。でこれ何、これ、あら、これもなんかいいね。はい、観光地に見に行きましょうか。はい、それ面白いよ。あー、今調べたら営業時間4時半までだったわ。あー、ワットパーヤップっていうの面白いお寺があるんですけど、明日にするわ、もうやってないわ。あー、まあその代わりといったらなんですが、また日本食レストランあるわ。ほんと多い。ラーメン、エビス、どうしようかな、今日食べる。その町モール行くからモールで食べよう。てかこの町でかいな、まだあるんだ。この向こうをずっとそこ歩いてたんですけどね、この先もまだこんな、まだずっとついてますよ。でさらにモールですよ、3つのモール、やや郊外、郊外というか中心部を取り囲むように3つモールがあるんですよね。ちょくちょくなかなか来ないな。バンコクだったらすぐ来るけどね、地方都市はこんなもんですかね。でもコラートはね、その地方都市の中でもちょっと格が違うはずなんですけどね、もう全然来ないな。いないですよね、全然。捕まえたわ。120バーツって言ってたけども、110バーツにちょっと10バーツだけ握りました。それでもボラれてると思うけどね。はい、ってことで着きました。これがさっき言った3つある、郊外にある3つあるモールのうちの1つ、セントラルプラザです。センタンってタイ人は呼びます。でここが一番遠いわ、中心部から。思ったより遠かった。であのホテルね、アゴダに乗ってたわ。7000円ぐらいで泊まれたような、で結構良さそうに見えましたけど、写真見る限りね。でこれ振り返っても、おお、こんな感じで美味しそうなのがいっぱい並んでますね。んでもまあせっかくモールに来たからね、モールで食べればいいじゃないの。クーラー効いてるモールの中で食べればいいじゃないの。ちょっと中行ってみようか。あ、ちなみにこのセントラルグループっていうグループがやってるんですけども、確か財閥だったはず。タイの財閥で同族経営でやってて、タイの中でもかなり有力企業というか、まあ日本でいうイオンでしょうね。ダイエーはもう違う、声優とも違うか、うん、なんかだいぶ、ララポートはあれ三井か、まあまあそう、三井みたいなもんじゃないですか。あ、でサイアムの近くに本社があります。はい、で中を歩いてみるんですけども、もういきなり天井から水が流れてきててね、めちゃくちゃ華やかで、この階は基本的に天井に草木が生えてるのかな、自然を感じる作りでね。このフードコートなんか森の中でご飯を食べてるようなって言ったら言い過ぎかな。でもとにかく垢抜けてますよね、最新のモールって感じがする。でドスコイ、まあタイのモールに詳しいわけではないけども、やっぱ普通のモールと違う感が、この天井に草木が植えられてることで演出されてますよね。だってこんなに天井に植物が生えてるモール見たことないもん。
でもまあちょっと人が少なめではありますよね。それはバンコクと比べたらダメなんですけども、まあ、この商業施設は多分コラハトの中心部からだいぶ人を吸ってるはずなんですけども、それでもこんだけまあガランとしてるというか、まあこれ火曜日の5時半、夕方5時半っていう時間帯ではあるんですけど、それにしてもやっぱりちょっと少ないかなとは思いました。で、弥生軒があったのでチキン南蛮丼食べることにしました。前までドンムアン空港のフードコートに弥生軒があって、そこでこのチキン南蛮丼食べれてたんですけど、なくなっちゃったんですよね。だから今食べることにしました。これ日本じゃ食べれないのでね。これドンムアン空港にあった弥生軒と全く同じ味。日本の弥生軒に昔あったチキン南蛮丼にやや近いけど、なんか違う感じでも、まあ、美味しいんですけど、全然マヨネーズがちょっと強いタルタルソースになってるかな。はい、でご飯も食べ終わったのでもう一個のモールに行きます。モールはしごです。普通観光客は地方都市でモールはしごしたりとかしないと思うんですけど、ちょっとそこ頭おかしいのでね、セントラルプラザ見たらもう一個のモール、ザ・モールっていうモールがあるんですけど、それを見たくなるんですよ。しかもそのザ・モールをやってるモールグループは、こうセントラルプラザをやってるセントラルグループのライバルみたいな感じなんですよね。まあイオンに対するララポートみたいな感じかな。でそこに行く途中でターミナル21、もう一個のモールが目に入りました。このターミナル21はその2つとはまた全然違う異質な感じでね、これは明日行きます。ここも面白いですよ。はい、で着きました。これがザ・モールです。モールグループはね、セントラルグループに比べてどっちかっていうとローカル感があるというか、セントラルグループの方がちょっと高級感がある感じなんですよね。でこの画面でどれぐらい伝わってるかわかんないですけども、やっぱこのザ・モール、コロアートのザ・モールもさっきのセントラルプラザに比べてちょっとねローカル感というか親しみやすさがある感じはしましたね。ただセントラルプラザを意識してるのかわかんないけど、結構天井に植物生えてました。でちなみにモールグループはサイアムではサイアムパラゴンを運営してます。なんか一通り歩いてきたんですけども、テナントかなり似てますね。今見えてるねケンタッキーでしょ、そこにケンタッキーあるでしょ、ケンタッキーに富士レストランに弥生軒に、あと大戸屋がこっちだけかな。でもこっちの方がなんかこう高級感がないというか、ちょっと古い、若干古いのかな、10年ぐらいこっちの方が古い気がする。でもこっちもかなり高級なお店結構あるんですよ、うん、であのセントラルの方は多分結構新しいんですよね。だからもう最新の、都心にあってもおかしくない、バンコクにあっても全然行けるようなあのモールでしたね。はい、次の日の朝です。1泊3000円のメイフラワーホテルの朝ごはんです。まあめちゃくちゃ豪華とかではもちろんないんですけども、チャーハンとかね、あとおかゆみたいなのがあって、で1泊3000円であの部屋でこの朝ごはんだったらめちゃくちゃいいと思うんですけどねここ立地もいいし中心部だし、でこういうなんか卵なんとかもケチャップなんとかも作ってくれるしね。ここまた今度コラートで泊まるときはここ泊まろうと思いました。はい、でお昼ご飯です。え、朝何したのって思うかもしれないですけども、聞かないでください。ぼーっとしてました。で美味しかったですよ。これも普通に日本で食べるのと違ったけど、はい、来ました。これがワットパイアップです。さっきって昨日ですけど、1日経ってるんですけども、タオスラナリゾーから徒歩5分ぐらいのとこかなにね、なんか面白いお寺があるらしいんですよね。まあ、ちょっと観光もねちょっと見ていきましょうよね。で中はまあこんな感じに、ね、まあ普通にまあ滞在した寺院というかお寺ですよね。でもどっかにねケーブって書いてあるんですよ。そこに矢印書いてあってね、その矢印の通りに行くとなんか面白いところが、あれかな、ケーブって あれだ、あれこれね、ケーブ書いてあるでしょ。そう、この先がなんかね面白いらしいんですよ。これかあ、これ多分脱ぐんだな。これタイのお寺ってね土足ダメですもんね。おーほほー、これね、うん、触りかおー、これは僧侶の人がね瞑想するために作った部屋だそうです。まあこれね鍾乳洞、これ人工の鍾乳洞らしいです。だから本物ではない、まあそうですよね。まあそんな感じですね。これもね、まあ、全部人工なのかな。これ面白いでしょ。面白いな、これ面白いわ。あー、こんなんないですよ。うんなんか咳出てきた。まあそういうこと、あ、見て見てなんか咳出てきた。あ、なんか泳いでるわ。ナマズ、ナマズっぽいね。いやー面白かったね。じゃあ次はターミナル21、昨日行かなかったターミナル21行きましょうか。うん、まあバンコクにもあるんですけど、多分ほぼ同じ内容だと思うんですけども、まあ、バンコクと比べてどう違うのか、どれぐらい規模がまあ劣るのか、もしかしたら上がってるかも。コラートの方が土地も安いだろうしね。でこのコラート、韓国料理もかなり多い。まあ日本食ほどじゃないんですけど、こっちにまた日本食ありますけど、アウメって夢
ていう日本食またありますけども、もう日本食はねちょっと多すぎるんですよ。で韓国料理は日本食の5分の1ぐらいかな。でもねちょこちょこ見かけますよ。はい、ってことで着きました。これがターミナル21です。これあれですね、さっき見えた通天閣みたいな、さっき言って昨日ね一日経ってますけども、通天閣みたいな建物が立ってるって言ったやつ、これですね。で管制塔をイメージしてるんだな。このターミナル21ってね、空港のターミナルをイメージしたショッピングモールなんですよ。あのバンコクにね一回でも行ったことある人はね知ってるでしょ。そこ各フロアごとになんかフランスとかイギリスとかなど日本もあるし、まあそういういろんな国のねイメージのフロアがあるんですよ。でそれのコラート店です。どうかな、バンコクの店にもこれあんのかな。これ完成とイメージしたこんなタワーまで建てちゃう、すごいな。でちなみにこのターミナル21はこのコラートにあるでっかいモールの中で一番、まあ、中心部に近いですね。もうここちょっと行ったらもう中心部ですからね。中はこんな感じ。もういきなり飛行機が飛んでてね、セントラルグループとモールグループと全然違いますよね。はっきりとしたテーマがあるんですよこのモールは。で今見えてるフロアはパリをイメージしたフロアです。ちょっとあんま分かりにくいと思うんですけど、この後分かります。で、なんか灯台みたいなの見えてますけど、これ下のフロアがカリビアンのフロアでね、それが上の階まで進出してきてる感じです。だからカリビアンがちょっと見えてるんですよね。で、次のフロアはロンドンです。で、この柱の向こうに、はい、いきなり、はい、もうロンドンしてますね。イギリスしてますね。なんかまんまだね。で、向こうにはなんか見覚えのあるバスもありますね。で、見覚えのある電話ボックスもありますね。もう誰がどう見てもイギリスだわ。で、このモールの全体像というか、まあ規模なんですけども、まあこういう感じのがずっとバーっと徒歩5分ぐらい奥に続いてるっていう感じかな。で、これもイギリス、何らかのイギリスっぽいあれですよね。モニュメントですよね。で、そっから次上に上がるんですけども、上のフロアはイスタンブールです。いきなりトルコ？で、トルコっぽさってどんな感じだろうと思うんですけど、まあこれがターミナル21が考えるトルコっぽさみたいですね。うん、トルコっぽいわ。で下の階からイギリスのロンドンのこれビッグベンが立ってますね。これもまた上の階まで進出してきてるのが面白いですね。これバンコクのターミナル21もこういう演出だったかな。でこれエッフェル塔もだいぶ下の階からもう5階分ぐらいまで進出してるんですよね。面白いですよね。いやーやっぱりこのモールは異質だわ。あのセントラルグループとモールグループとは全く違う戦略でね、差別化で人を引き寄せようとしてますね。そう、差別化って重要なんですよ。でこれ東京のフロアですね。いや、たくさん売れますようにとかね、ちょっと変な日本語、まあ、これ自体は変じゃないけど、ここにたくさん売れますようにって書いてあるのちょっとおかしいですよね。まあ、この感じバンコクのターミナル21とほぼ同じかな、多分同じだと思うんですよね。なんかこの歌舞伎町一番街っていうの見たことあるもん、なんかバンコクで。でこのお相撲さんもバンコクと全く同じですね。だから他のフロアも全部バンコクのターミナル21とほぼ同じなのかもしれないですね。やっぱり日本はどすこい日本人だからやっぱり印象に残ってるわ。だからバンコクのターミナル21と比較がしやすいですね。この渋谷センター街も見たことあるもん。いやーそりゃこんなモールが3つもあったら中心部から人いなくなりますよね。てかこの規模のモールが3つも成り立つ時点でやっぱりこのコラート普通の街じゃないですよ。やっぱり第二の都市としての実力はあるんだと思いますよ。ただ3つともモール3つとも人は少なめではあったんですけどね。まあしょうがない。で最後にこのコラートにはめちゃくちゃでかいナイトマーケットがあるらしいんですよね。それは気になりますよね。ちょっと行きましょうか。はい、トゥクトゥクに揺られること約15分ぐらいかな、やってきました。セーブアンマーケットです。ここはねコラートで一番でかいナイトマーケットだそうです。でもでかすぎてね、この敷地内になんか無料のトラムが走ってるらしいんですよね。そのトラムが気になってね、まあ、少し正直ね、夜市とかね、ナイトマーケット、まあ、そんな興味ないんですよね。で、あの、台湾だったらまだいいんですけど、タイはね、こういう屋台でご飯食べるとね、やっぱインドよりはマシなものの、ちょっとあんまりやっぱ衛生的にね、ちょっと怖いんですよね。うん、これ美味しそうなんですけど、この160円、これとかね。美味しそう。なんですけど、ちょっと怖いんですよね。だからちょっとトラムを見に来ました。トラムどっかな。でこのセーブアンマーケット、ただのナイトマーケットじゃなくてね、まあ、こういうエリアと屋外と屋内がまずあってね、でさらに普通の郊外型モールというか屋内ではない感じのお店が並んでるエリアがあったりしてね、ここも一種のモールなんですよね。だからめちゃくちゃでかい。やっぱりこの街3つのモールがある上にこんなショッピングエリアがさらに存在してるんですよね。でそのナイトマーケットもこういうアーケード商店街みたいになってるところもあり、ちょっと左をこれ向くとなんか偉い
背の高いアーケードの下でご飯食べる感じの独特なエリアがあったりとかね、これも楽しいですよね。で、あとこんな感じで台湾の夜市と同じような感じの、まあ夜市って言われて頭に浮かべるようなところもあり、多分コラートで一番ここ人が多いんじゃないかな。あの3つのモールよりこっちの方が人が多い気がするんですよね。それか夜になったらみんなこっちに来るのかちょっとわかんないですけども、もうこのセーブアンマーケットが実質このコラートの中心繁華街って言っても過言ではないですよね。あ、トラム、これだわ。これトラムっていうか、まあバスですよね。トラム風のバス、これに無料で乗れるらしいですよ。で、手を上げて、なんか乗って手を上げて降りるのかな、なんかそんなこと書いてあったわ。よし、乗ってみよっか。乗れるのかな。今手上げてます。手上げたら、はい、乗れる。乗れた乗れた。 OK、 乗れたわ。おー、まあこれ広いって言っても端から端まで、まあどうだろうな、 7,8 分で歩けると思うんですよね。なんかどっちかというと交通機関というよりも、あの観光のなんかトラムっていう感じかな。なんか別に用もないのにずっと乗ってるっていう人もなんかいる感じでした。今ね、今トラムも楽しんだので帰ります。何にも食べずに帰ります。だいたい中心部からこのセーブアンマーケットまでトゥクトゥクで600円か700円ぐらいで行ってくれますね。百何十バスとかで行ってくれます。で、晩ご飯はこれ、エビスラーメン食べました。動画の前半でちょっと出てきましたよね。で、あとビールも飲みました。もう撮影も終わったのでもう飲んでもいいやと思ってね。で、味は見た目は普通なんですけど、食べたらねちょっと日本のラーメンと違うなと思ってね。で、このポスター見てもわかるんですけど、日本語ちょっとおかしいじゃないですか。多分日本人が経営しないのかもしれないですね。チキチキチキチタン。はい、次の日の朝です。バスに乗ってバンコクに戻ります。あ、おもらしは気にしないでください。インド帰りなのでね、まああるあるですよ。で、これ乗ってバンコクに向かいます。ネットで予約しました。ファーストクラスって書いてるやつを予約しました。いろんななんかクラスがあったんですけどね、まあ、ちょっといいやつにしました。まあなんですけど、窓がね、なんかおしゃれではあるものの見える景色が少なくてね、あれって言って、でもドスコイの後ろの窓は普通なんですよ。なんでやね、運が悪いわ。まあいいけど、でスマホの充電ができる感じでした。やっぱりファーストクラスだからかな。あとリクライニングもなんかありましたね。スコイおばさん、ご満悦です。まあほぼ寝るだけなのでね、もう景色なんかなくてもいいんですよ。で、8時半発なんですけども、まあ9分遅れ、まあタイだったら普通じゃないですか。はい、しばらくすると発車しました。ちっちゃい隙間から景色を眺めております。で、ファーストクラスだからかわかんないですけども、お菓子と水くれました。まあ結局これ食べなかったですけど、水は飲んだかな。で、まあ高速道路なのかよくわかんない道路走ってましたね。結構スピード出してました。はい、で、バンコク到着しましたって言いたいところなんですけども、これバンコクの手前のランシットです。そう、バンコク首都圏の端っこで、この動画の前半で紹介しましたよね。そう、バンコク中心部までバスで行くと途中で渋滞に巻き込まれることがあるって言ったでしょ。あ、じゃあその手前で降りればいいやと思って、しかもランシット気になるし、で、なんかモールがあるみたいだから、またちょっとモール見に行こうと思ってね、すいません、モールばっかり見に行っちゃってね。で、中はこんな感じ。まあ、これ首都圏の端っこの郊外の人が来るモールですよね。でもコラートのモールよりも垢抜けてる気がするな。さすが首都圏だな、すごい。で、ちょっとこんなタイっぽいところもありましたね。屋台をイメージしてるのかな。で、振り返ると、大戸屋、ここにも日本食ありました。他にも日本食結構ありましたよ。で、そのモールから大きな道を挟んで横にあるのがランシットの町です。そう、ランシットって町があってね、これがまあランシットの中心部なんでしょうね。で、駅はどこかっていうとね、こっから歩いて30分ぐらいかかるんですよ。そう、だからあの電車のランシット駅は本来のランシットの中心部から結構離れたところにあるんですよね。まあそれはちょっと味わい深くないな。この町の中心にランシット駅があってほしかった、個人的には。まあでもこの町はバンコク首都圏の端っこにある町であることには違いないので、まあそれはまあ引き続き味わい深いですね。で、このランシットにはランシット市場っていうのがあってね、まあ、この市場を中心にこの町は発展したんでしょうね。で、最初はバンコク首都圏ではなかったけども、まあ、交通が発達するにつれていつの間にかバンコク首都圏に入っちゃったみたいな、ちょっとラッキーみたいな町なんでしょうね。いいね、そういう町味わい深いね。はい、で、タクシーに乗ってランシット駅に向かいます。はい、着きました。タクシーだったらほんとすぐですね、10分かからなかったかな。これがランシットの駅です。これが首都圏の端ですね。で、駅前はこんな感じ。やっぱり中心から離れてるんですよ。ただのこれ、住宅街ですもんね。急にできたんでしょうね、電車がね。
で、だいぶ広域な地図と、だいぶ広域じゃないというか、もう駅のすぐ横のしか載ってない地図があったので説明するんですけども、そこっち使えないので、こっちね、まずこのランシットの位置なんですけども、まずここね、ここはバンスーステーション。まあ、新しいバンコク駅って言われるところですよね。で、バンコクの都心がここ、ここにね、都心があってね。で、ランスーはどっかというと、この電車、ドンムアン空港の方に行く電車に乗ってね、ピュってこれ、で、地下鉄みたいな電車なんですけども、ピューといったこの最後の終点です、これ。で、ランシットの中心部はここからちょっと歩いた、でこの辺にあるんですよ。ね、これなんか、すぐ行けそうな気がするんですけど、そこにね、歩いたら30分ぐらいかかります。で、このね、でっかい道あるでしょ？これでっかい道挟んだこっち側にモールもあります。だからモールと昔からの中心部が隣り合ってて、で、駅だけ結構離れたところにあるみたいな。まあそういう街ですね。うん、で、ここが、バンコクの首都圏の、まあ、端っこに当たるところでしょうね。うん。で、ここにもっと向こう行ったら、もうだいぶ電車から見える景色もね、だいぶ田舎になってきて、っていう感じでした。あと、ちなみにこのランシットの手前もね、ちょっと田舎になるんですよね。あ、でもこの辺でも首都圏終わりかなと思ったら、最後にバーッと栄えて、首都圏終了みたいな感じになるんですよね。まあ、そういうことです。はい、じゃあ電車乗ってちょっとね、気まぐれバンコクさんに会いに行きます。ランシットの駅前。ただの住宅地ですもんね。まだこの駅できて2、3年ぐらいしか経ってないから、だからかもしれないですね。で、電車の本数は去年より増えて1時間4本になってますね。去年は3本だったのでね、コロナ終わって利用者増えたんでしょうね。で、乗り場はこんな感じ。まあ、始発駅なので絶対座れますね。まあ、あんま終点感ないんですけど。いやー、いい音鳴ってるわ。近代的な音がするわ。で、この動画の前半でも言った通り、ランシットの手前は一旦田舎になるんですよね。で、ドンマン空港があって、で、そこからはもうずっと市街地が続くっていう感じですよね。で、ちなみにランシット駅からバンコク駅、バンスー駅って言われたところですよね。までは30分です。だから大体やっぱり30分ぐらいがバンコクの通勤の限界なのかな。1時間かけて通勤とかあんましないのかもしれないですね。はい、で、気まぐれバンコクさんと合流しました。で、車乗せてもらってるんですけども、もう高層ビルがね、いっぱい見えるんですよ。この高速道路からね。もう第二の都市からね、来たばっかりなんですけども、もう全然違う。全く別の世界だなって思いました。だからバンコクに上京する前に、コラートで都会に慣れてから行く人がいるっていうねことを説明しましたけども、意味ないと思うんですよね。コラートでの生活はバンコクでの生活の横演習にはならないと思うんですけど、それぐらい世界が違うと思うんですけどね。まあまあそういうことがあるってね、面白い話でしたね。はい、で、気まぐれバンコクさんね、今回の動画気まぐれバンコクさんに聞いた話いっぱい入ってますので、皆さん気まぐれバンコクさんのチャンネル行ってくださいね。概要欄に書いておきますからね。気まぐれバンコクさん、タイに20年住んでますので何でもしてますんで、皆さん生配信とかもなんか最近やってるみたいなのでね、なんかいろいろ聞いてくださいね。気まぐれバンコクさんにね、タイに関することは。さようなら。